ベジフルキッチンエッセンスへようこそ。今日のお料理は節分にもおもてなしにもぴったりの恵方巻きと市松の司会巻きを作りました。今ではお店で買うことが多くなっている恵方巻きですが、自分で作ると野菜も取れ、コストも抑えられます。巻き酢の使い方、具が中心に入る巻き方、おしゃれな飾り巻き寿司をお伝えしますので、最後までご覧ください。1. 寿司飯の作り方。 2. 具材の切り方の違い。 3. アボガドの食べ頃の見分け方。 4. 巻き酢の使い方。 5. 具が中心の寿司飯の広げ方。 6. マヨネーズでベタベタしない方法。 7. とびこ、おぼろなどボロボロしない方法。以上です。寿司飯の材料はこちらです。寿司飯1合分、ご飯 330g、 お米1合に対して塩小さじ1、砂糖大さじ1、酢大さじ 1.5 杯です。お米3合でしたら、それぞれを約3倍にして作ってみてください。材料は一旦停止してご覧ください。概要欄にも載せていますので、そちらをご確認ください。 1. 寿司飯の作り方。寿司桶がある場合は、一旦濡れ布巾で拭いて米がくっつかないようにします。炊きたての熱いご飯を盛ります。寿司酢は塩と砂糖が溶けるようによく混ぜてから、しゃもじを伝わせてお米にかけます。しゃもじを縦に切って返し、全体に行き渡らせたら、うちわで仰いで冷まします。もう一度返してから、ご飯をひとまとめにして、濡れ布巾をかけて寿司飯の準備が完成です。これでふっくらツヤツヤの寿司飯になりました。恵方巻きの材料、寿司飯1本につき 100g、 海苔半切り、卵焼き、きゅうり、アボガド、椎茸に、かんぴょうに、たくあん、レタスほか、おぼろ、とびこ、かにかま、刺身、刺身は塩を振り水分を拭き取る、ゆでエビほか、この他にもお好きなもので作ってくださいね。具材の切り方の違い、太巻きと恵方巻き。具材の長さは海苔の幅に合わせて切ります。太巻きの場合、カットして食べるので海苔の長さのままで大丈夫です。恵方巻きの場合、丸かぶりして食べるので、かんぴょう、たくあん、しいたけなど歯切れの悪いものは短めにカットしておきましょう。アボガドの食べ頃の見分け方。皮が黒色に変わり少し柔らかいもの、ヘタが隙間があると熟して食べ頃のサインです。切り方は、まずヘタを取ります。熟していると簡単にポロッと取れるのが特徴です。アボガドに縦に包丁を入れ、真ん中の種に当たったら、種を中心にくるっと回して切り込みを入れます。種の周りをくるっと一周します。90度向きを変えて同じようにカットします。アボガドを両手で優しく包むように持ち、左右にルービックキューブのようにずらすと種が剥がれます。皮は手で剥き、食べやすい大きさにカットします。4. 巻き酢の使い方。巻き酢には裏と表があります。ツルツルしている竹の方が表で、紐は上に置くようにして使います。裏のポコポコした面は伊達巻きの形を作ったりするのに使います。お寿司の場合はつるっとした面を使いましょう。海苔の使い方。恵方巻きは海苔を半分に切ったものを使います。全長 21cm×19cm、 長い方を半分に切って半切りを使います。つるっとした面とザラッとした面がありますので、ザラザラしている方にご飯を乗せて使いましょう。具が中心になる寿司飯の広げ方。手に米がくっつかないよう、鉄で手を湿らせます。手に傷があるときはエンボス加工の手袋を使いましょう。鉄は酢の防腐効果で雑菌の繁殖を抑え、食品の傷みも遅らせます。100g の寿司飯をだいたい半分に分けます。手の上で棒状の形を作り、のりしろ1センチ5ミリほど向こうを開けておきます。手前へ均一に広げます。残り半分は海苔の真ん中ぐらいに置き、同じく手前へ広げて均一に伸ばします。両サイドは手を添えて海苔のギリギリまで広げていきます。
ご飯の厚みは均一にします。のりしろの手前だけご飯を少し高くすることで具が中心に入りやすくなります。時々視点を変えて横から見てみるのも良いでしょう。のりしろ部分だけが三角に少し高くなっています。6. マヨネーズでベタベタしない方法。マヨネーズやコチュジャンなどを入れるときにはベタベタしないように野菜で一工夫します。今回はバラバラしやすいとびこをレタスの中に入れてしまいます。マヨネーズも具材にのせていきます。この後マヨネーズを隠すように他の具材をのせて見えなくします。そうすることで巻き簾を持ち芯を支えながらくるっと巻くときに手にはマヨネーズやコチュジャンなどがつかなくて済みます。あとは一気に躊躇なく巻き始めをのりしろの部分へ着地させしっかりと閉じます。ご飯を閉めてから最後に巻いて形を整えます。具材がしっかり真ん中に入っています。恵方巻きの時は端っこからこんな風に葉っぱなどちょっと出ている方が美味しそうです。具材がボロボロしない方法。おぼろやとびこ、千切りのキャベツなどボロボロしやすいものはご飯の上に置きます。その後きゅうりなどの一本物を芯にしておきます。エビの尻尾は恵方巻きの時は端っこからちょっと出ている方がごちそうに見えるので両端は外しません。真ん中に入れるエビの尻尾は外しておきましょう。最後にアボカドものせました。手前のご飯をのりしろに一気に着地させます。具が転がらないように軽く手で支えてくるりと勢いよく着地します。ご飯を閉めてから巻き簾の端を持ち上げくるりと回して一周回します。これで出来上がりです。エビの尻尾がちょっと見えているところがポイントです。最後におさらいです。寿司飯の広げ方。一度に海苔に全部乗せるのではなく半分ずつぐらいに広げてご飯を均等に伸ばします。歯切れの悪い食材は短めにカットして細かいものから先に乗せていきます。芯になるきゅうりやカニかまぼこは最後で大丈夫です。一気に巻いて出来上がりです。おぼろや切ったたくあんなどは必ず卵やきゅうりなど一本もので止めてから芯にして巻くとバラバラしないで綺麗に巻けます。巻き方のポイントは芯に中指を添えて巻き始めを持ち一気に着地です。いろんな具材で楽しんでみてください。一緒に作った司会巻きは続編に続きます。それでは試食してみたいと思います。一本このままかぶりつくのはちょっと大変なので今日はカットしたのこんな感じです。人参や紫キャベツ、レタスなども入ってお野菜もたっぷり食べれます。ではいただきます。私は どっちの方向向くの調べていいの。ぜひ作ってみてくださいね。このチャンネルでは他にも野菜を使ったいろいろなお料理やお家で再現しやすいお料理をご紹介配信しています。これからどんどん増やしていく予定です。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。また Twitter、Facebook、Instagram などもいろいろアップしています。こちらもフォロー、いいね、シェアしていただけると嬉しいです。今日はこの辺で終わります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。